インテンシティ、スピードテックインテンシティ。これからはそのご自身のキャリアとかについてちょっと深掘りをできたらいいなと思ってて、はい、琉球大学、柏からもうそのまま新潟にプロ内定みたいな感じですか。そうですね。そうなんですね。高卒 J リーガーのメリットデメリットとかってなんかあったりしますか？そうだな。メリットデメリット難しいけど、レベルの違いがあるというか、高校から、はい、大学からプロを経るのと、うん、高校からプロだとやっぱり幅が大きい分、なかなか試合に絡みづらいっていうのはあるとは思ってて、それこそ最初プロっていうお話が来た時とかの経緯とかってどんな感じなんですか？経緯、そうだね、練習とか試合にやっぱり新潟のスカウトが見に来てくれて、はい、練習参加に来てくれっていう話になったんだけど、最初話が来たのは名古屋グランパスで、あ、そうなんです、ね、そうで、まあ、練習に来てくる、はいはい、まあ、ちょっと検討してるからということで行って、でもそこではオファーにならず、帰ってきたら新潟からうちにも来てくれっていう形で、はい、ここはあの練習参加の打診が来て、で参加してもう2日目とかにはもうあれだったかな、取るって話だった。え、そんなに早かったの？もともと多分取る方向で呼んでくれてたんだと思うけど、はい、あの新潟に行って練習に混じって練習試合出て、全然レベルで言ったらもう達してなかったから、とにかく声出してただけそうなんですか、うん、とにかく声出してただけ一生懸命やってたそれはもう新潟だけだったんですか、その後のそのオファーというか来たもんで。そうだね、もう新潟からオファーが来て、数週間で多分決めて、あ、すぐ早かったんだよね。じゃあ内定もらって練習参加してもうすぐ行きますっていう感じの。そう、多分帰って1週間ぐらいで決まって、10月の頭ぐらいに多分決まったんだよね。で発表は12月の終わりだったんだけど、はい、そうすぐに新潟に行くって決めたから。なんか新潟のなんか決め手というかありました？練習参加してみて、うん、すごいいいクラブで、あの、まあ、もちろん環境もそうだし選手もそうだし、あの、まあ、グランパスに行った時にすごい強かった時のグランパスって言ったらちょっと語弊があるかもしれないけどすごい強い時期だったの、そのリーグ優勝連覇とかそのぐらいのレベルの時で、うん、完成された選手たちが集まって練習もすごい軽く、なんかちょっとパスコンやってクロス練習して、はい今日終わりねみたいな、さらってこうコンディションに負荷をかけないような練習が毎日毎日行われてて、プロってこんなになんかこう、なんだろう、自分の持ってるもので勝負しなきゃいけないんだって感じたのが名古屋の練習 で新潟にたらそれと反面こうバシバシにこうみんなやってて、すごく自分を高めるっていう環境だったのね、はい、それですごく素敵なクラブだなと思ってここでやりたいなっていうふうに思った。めちゃくちゃいいですね、うん、でなんか逆に名古屋がそんな感じなのがびっくりしました。そうね、その時の多分監督があの外人の、飛んじゃったストイコビッチ、あ、はいはい、さんだったから、はい、あ、まあ、その本当にもうすごいメンバーで、うん、練習しなくてもできちゃうみたいなようなメンバーだったからトゥーリオさんもいたしケネディがいてみたいな、もう本当に能力マックスの人たちがそこに集まってコンディション維持して試合に臨むっていう感じだったけど、新潟は結構若めの選手がいてバチバチやりながら日々上手くなるために練習してっていう環境がすごく魅力的だった。へー、なんか実際そのいざ新潟入ってみて の雰囲気というか J リーグ1年目っていうのもあったと思うんですけど、なんかそこら辺のお話とかって、うん、まあ本当に練習に行った時と実際に入ってみたいな雰囲気は変わらなくて、すごいいいクラブで仲もいいし選手の人間性も素晴らしいし、クラブ自体は本当にすごく良かった、うん、けどその自分の能力がやっぱり追いついていない
ていうことに直面して、その試合に出れなくなるっていう経験が人生の中でそこが初めてだったから。あ、そうなんですね。そう、今までサッカー始めたのも遅いんだけど。え、そうなんですか。そう、サッカー始めたの中学生になってからで。え、そうなんですね。そう、それまで野球やってたんだけど。え、野球なんですか。投げてた。そうそうそう、だからね、変わったキャリアなんだけど、でも試合にはこう運よく使ってもらってって、本当に自分が試合に全く出れなくなるっていう経験がそこで初めてよ来て、自分の実力のなさにこう面と向かって向き合わなきゃいけないっていうかタイミングが初めてだったから、結構面食らったね。当時は、鈴木大輔君、大輔さん、はい、今千葉レッツとかにいた、はい、とあと千葉さん、今新潟にいる千葉さん、はい、が2人で出てて、でそこに、石川直樹さんと、はい、次の年に大井健太郎さんが入ってきて、そうで全然、あ、そうね、全然絡めるわけもなく日々筋トレと、樹脂トレとやって、はい、でもやっぱそうするとなんか少しずつスピードにも慣れてきて、夏が終わったぐらいに、あ、なんかちょっとやれるかもって感覚になってきて、10月にデビューして。あ、そのもう1年目の10月に。そう、デビュー、まあ途中交代だけどね、本当に最後だけどデビューできて、なんかちょっと感触はよく終えられた1年だったかなとは思います。2年目全く出れなくなって、試合にも絡めない。で3年目試合に出なきゃいけないと思って、レンタルをしたいですと、レンタルで別のチームに行きたいですってチームに言って、レンタルが始まって、3年間レンタルに行った。3年目でようやくスタメンだから、トータル5年目でようやくスタメンになった感じ。じゃあ結構長い道のりが。長かったね長かったよね。自分がもうこのチームよりも別のチームで出場機会を得たいっていうので、移籍をしたいですってチームに掛け合うってことですか。そう、いろんなパターンがあると思ってて、まあ、エージェントがいればエージェント経由でいろんなチーム探してもらうっていうのはあると思うんだけど、当時僕はつけてなかったので、エージェントを。あ、そうなんですね。そうで、直接強化部長のところに行って、来年は今のチームだと自分がやっぱり試合に出れないと、成長するためには試合の経験が必要だと思うので、来年もう少し環境を変えて取り組みたいですっていうのを打診して、でチームで検討してもらって、じゃあ行ってこいっていうことで探してもらって、向こうからオファーが来ないといけないから、だから希望は出せないし。あ、希望は出せないんですね。来たとし、あ、来なかったら移籍できないし、レンタルをしたいですって。3年目は J2 の降格が始まった年で、それまで J2 って降格なかったんだけど、はい、まあ、下位のチームが J1 から若手を引っ張ってきて、まあ、使って返すっていうのが結構あったんだけど、降格が入ってくるってなるとそれができなくなって、で特に実績のないセンターバックなんて取らないって話になって、あ、全然チームがなくて、そうで、ギリギリというか年またいで、ザス・爆殺が、まあ、声かけてってそこに行って、でそこで開幕スタメン取って、15試合ぐらい出てスタメン取ったんだけど、骨折しちゃって、あ、怪我で離脱して出れなくなってシーズン終わっちゃって、はい、で4年目また大分にレンタルで出たんだけど、大分は J1 から落ちてきたクラブだったから、やっぱ周りの能力も結構高くて、で自分の実力も追いついてなかったし、出れてないことに対してこう自信がなくなっていって、まあ、プレーも良くなかったし、全然全く試合に絡めなかったっていう一年だった。正直なんか実際どういったところが難しくてみたいな、でも逆にこういうポジティブな面があるよとかってあったりします。そうだな、難しさ、いや、レンタル移籍ってすごい難しいと思ってて、レンタル移籍もいろんなタイプがあって、呼ばれて急遽、契約の問題で
なんだろう、移籍先が払えないから形式上レンタル移籍になるっていうレンタル移籍と、あの完全移籍の場合薬金払わなきゃいけないから、それができないから、レンタル移籍ってなるパターンと、まあ、僕みたいに出場機会を求めて探しに行くレンタル移籍って運命の差があって、後者は、なんだろう、空いてる枠に入れてもらうっていうレンタル移籍になるわけ。なるほど。前者は補強のメインとして取ってくるけど、俺みたいなタイプはもう本当空いてる枠に入れてもらうっていう移籍になると、もうスタメンもいるし、1番手2番手3番手4番手ぐらいまで決まってて5番手に入ってくるみたいな移籍になるのはすごく難しいなと。一番印象に残ってるチームとかってあったりします？レンタルの中で、はい、まあ、レンタルの中で、まあ、一番で言うとやっぱり町田は、自分のサッカー人生が変わったターニングポイントだと思うし、すごく印象的なクラブですね。なんかそれは実際にどういったところがターニングポイントになったなみたいな。まあ、試合に出れたことでキャリアが変わったっていうのが一つ。あとはその4年間、新潟2年、群馬大分で4年間試合に出れなかった時に、さっき自信がなくなったって言ったけど、こう苦手なところを伸ばすためにもうひたすら練習してたんだよね、うん、ビルドアップが苦手だからビルドアップ上手くならなきゃって言って超練習したんだけど、苦手なことって上手くならないから失敗してへこんで自信なくなってまたそこ練習してみたいな、このサイクルに入ってたのが4年間で、そこをこう、まあ母にこう、あなたの特徴で勝負しなさいっていうね、一言アドバイスをもらったことで吹っ切れて変えられたのがその町田の5年で、そこが大きく変わったかなと思います。なんかレンタル遺跡をいろいろ積んできた上でもう一回新潟に戻ったタイミングがあったじゃないですか。なんかその時とかって、あ、やっと戻ってきたなみたいな感じだったんですか？めっちゃあったっすねめっちゃあったいや、 やっぱりキャリアをスタートしたクラブだったし、特別な思いを持ってたクラブだったから、ここで自分の力を発揮したいなって思ってたけど、それができない時期は長かったので、すごく期待に満ち溢れた時間だったかなと思います、うん、なんか実際そのレンタル移籍している期間とい う か、 なんかその所属先は新潟になるじゃないですか、はい、所属というか、はい、もうレンタル移籍なんて、その時のなんか新潟に対しての気持ちとかってどんな感じなんですか？うん、新潟に対しての気持ちいや当然その、なんだろう、自分は今レンタル先の選手としてプレーしてるっていう自覚は持ってるけど、まあ、どこかでこう、なんだろうな、成長して新潟のためにプレーしなきゃいけないっていうのはずっと持ってプレーしてたし、そういうふうに強化部にも言われてたからそれは常に気にかけてたというか、意識はしていたクラブかなと思います。なんかその、まあ、いろんな移籍を経て戻ってきて、実際新潟でプレーしてみて、なんかその時って、スタメンで、うん、でも15試合とかかな、15試合ぐらい。あ、そのくらいなんですか。帰って試合に出たのはね、多分。そう、結局、やっぱりそこの壁を崩すことができなくて、まあ、成長して新潟に帰ってこう自分の持てる力を発揮したつもりだったんだけど、やっぱりなかなかこう足りない部分があって苦戦した1年だったかなと思いますね。なんか新潟の結構サポーターさんとかってあったかいというか熱いというかあると思うんですけど、なんか移籍、そのレンタルから戻ってきた時の反応とかってどんな感じだったんですか？すごい優しかったイメージが、その言う通り、だから常に優しいイメージがあって、本当にこうあったかいサポーターのイメージのまま迎えてもらった気がしてます、ね。
本当にね、スタジアムもすごいし、雰囲気もすごいし、超いいクラブ、超好きなクラブなんで、楽しかったなぁと思いますね。なんか新潟にいた時に一番印象に残ってる、なんか、まあ、プレーでも試合でも、なんかその他とかでもいいんですけど、なんかあったりしますか？まあ、初めて自分が J1 のスタメンに出て、その観客も違うし、レベルも違うし、その中でやっぱやれる感覚があったのは、すごく自分の中で自信にもつながったっていうのが一つと、そんな中でもこうミス、自分のミスで失点したことがあって、その時のこうへこみ具合とかプレッシャーっていうのは、やっぱり規模が大きい分すごく感じてたなっていう印象がありますね。いっぱいいろんな思い出はありますね。思い出すといろいろあるな。思い出すといろいろあるな。なんか新潟の時に特に仲良かった選手とかって、特に仲良かったのはやっぱ同期の酒井宣義と渡辺康弘っていう、その2人が特に仲良くて、今でも連絡とか取ったりとか。取ります、取ります。そうなんです。そう、のりなんか今グランパスで頑張ってるし、ヤスは引退しちゃったけど、はい、そうですね。あとは当時本当にみんな仲良くて、ピッチないだけじゃなくてもみんなで食事する機会があったりとかしたんで、今でも新潟の選手とつながってる人は多いです。そうなんです、ね。新潟って何て言うんですかね、ワンチームというか。そう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 。本当みんなめっちゃ好き。本当にね、サポーターとかもめっちゃ優しいし、選手もマジでいいやつだから、先輩もすごい人だし、同期もそうだし、みんなマジでいい選手ばっかりだね。なんか逆にその今仲いい人をお伺いしたんですけど、なんか自分自身にとってこの選手ライバルだなって思ってたりとか意識してた人、選手とかっていたりしますか？全然新潟じゃなくても。じゃなくても若い時はすごく同世代の活躍っていうのを意識してて、それこそ今鹿島の庄司源とか、彼は日本代表になったりすごいキャリアを築いていく中で、自分とは違うキャリアを歩んでたけど、けど負けたくない気持ちもあったし、そういう意味ではこうライバルにはなってなかったけど意識はしてた選手の一人だとは思いますね。それこそ本当、鈴木大輔くんとかは、憧れてたし、近くで見るからこそ凄さっていうのも分かってたから、うん、尊敬する選手っていうのはいっぱいいます。ああ。プロに、高校の話なんですけど、高校で1年間リハビリしてた時期があって、プレーしてない時期があって、そこの怪我があって、結構いろんなところに歪みが来てるっていうのがあるんですよ。その時は何の怪我だったんですか？その時は足首の骨折だったんですけど、後ろからタックルされて足が折れちゃって、そうで1年間リハビリしてました。じゃあそこの足首の怪我がもういろんなところに負荷がかかるようになったりとか、他の怪我につながってたりとか、体のバランスがちょっと崩れたみたいな感じなんですか？そうですね、そこが大きく影響してたなってめっちゃ思いますね。なんか今までのその怪我の中で一番長かった、長期離脱一番した怪我って？離脱の長さでいうとその時の怪我が一番長い。あ、本当に丸1年できなかったんで一番長くて、2番目は去年は10ヶ月ぐらいかな、10ヶ月ぐらいかかった怪我、あと半年を2回ぐらいやってるし、いろいろありますね。足首から膝から、あと、鎖骨から、あと心臓のオペもしてて。あ、そうなんですか？そう、そんな大きなあれじゃないんだけど、それこそ高校から新潟に入るっていうタイミングでメディカルチェックに引っかかって、いわゆるスポーツ心臓とかではなくて、不整脈で引っかかって、
てクリアしたんだけど、プレイ中に発作が起きて、そう、あれみたいになって調べたら、そのアブレーション手術っていう、はい、カテーテルで管を通して焼かなきゃいけなくて、心臓の一部をっていうのもやってるし、それは周りに公表したこととかってあるんですか？え、してなかったかな、わかんないけど調べたら出てきますかね。いや、でも本当にもう入るか入らないかみたいな。あ、ちょうど、そう、あ、でも入ってからか、5月とかか。そうだったんですね。じゃあもう外的損傷から内的損傷まで、もうらしい、体には負担かけてるわ、ごめんな。なんか結構その、まあ、長期離脱とかって選手でいるときにかなりなんてリハビリの期間とかもそうだし、サッカーができないとかもそうだし、出れて ない期間とかも多かったと思うんで、かな、なんていうんですかね、メンタル的に結構来ることが多かったと思うんですけど、なんかそういう時のその怪我した時のメンタルの保ち方とか、どうやってこうまたその上を目指してやってったりとかっていう、なんかそういう気持ちの持ってき方とかって増田選手の場合どうやってなんかその復帰までにつなげてったのかなっていうか。そうですね、すごくやっぱすごく難しい問題だと思ってまあ一番大切なことは、まあ、しんどいけどやっぱり自分の体と向き合い続けるっていうこと以外ないのかなとは思ってます。病は気からみたいな言うじゃないですか。でそれぐらいやっぱ気持ちと体ってすごくつながってるから、体が痛いと気持ちってかなり落ちるんですよ。だからすごくネガティブな思考になりやすい時期も絶対にあるし、そういう時期もあったけど、でも今自分ができることは何なんだろうっていうことを本当常に見直し続けて、自分のなりたいものっていうのを意識し続けて、そこへの道のりを自分で意識してやり続けたっていう感じですかね。もうそれはなんかいろんな多分メディカルの方もそうだし、チームの人もそうだし、サポーターの方とかもそうだし、まあ、それこそご家族の方とかもそうだし、いろんなサポートがあって その今まで の、まあ、怪我の乗り越えみたいなのにつながってきたりとか。そうですね、もうまさにまさにそれで、でも若い時全然気づいてなくて、もう目の前のことが一生懸命すぎて、いっぱいいっぱいすぎて、もうとにかく自分のやるべきことをもうやり続けて、なんとか復帰して、でまた一生懸命プレーして怪我してってサイクルだったんだけど、いつだったかな、2018年か19年ぐらい、岡山の1年目の時に長期の離脱をした時に、本当にいろんな人が助けてくれたことに気がついて、今までもこうやっていろんな人に支えてもらってプレーができてたし、サポーターに声かけてもらって励まされてたし、なんかすごい一人じゃ全然何もできなかったなって思いますね。なんかすごいいい話です、ね、絶対使ってこれ、絶対使って30超えてからのサッカー人生とかでなんかまあ大事にしてることとか、なんかそれこそその怪我との向き合い方と かコンディションの整え方とか多分いろいろあると思うんですけど、なんか何を大事にしてたりとかありますか？そうね、なんか自分がサッカーをする理由みたいなのをすごく大切にしたいなって思ってて、日々プレーするためにこうやるべきことがたくさんあって、ようやくスタートラインに立てるか立てないかっていう状況でプレーしてるから、それをしてでもサッカーを続ける意味って何なんだろうってすごく考えるようにはなってきてて、それが自分の中ではやっぱりなんか応援してくれてる人に頑張ってるところを見せたいっていうのがすごい一つあるのと、自分が力を発揮する、発揮なの、自分のためっていうよりもなんかこうその組織にいるみんなのためになんか働きたいなっていうところが強くなってきてるのがここ最近の自分の心境の変化があって、まあ、それをすることで自分がプレーしている姿を、まあ、応援してくれてる人に届けられるっ
ていうのがすごく自分の中で意義が大きいので、それを満たせるようにプレーしていきたいなって思ってます、はい、今後のことは絶賛模索中です。今、まあ、サッカーも含めてそれ以外も含めて自分がどういうふうに進んでいくかっていうのはすごく模索してる最中で、すごく模索してる続ける続けないっていうところも含めて考えなきゃいけないなと思ってて、続けるのであれば、まあ、どこでやるか、続けないのであれば、まあ、何をするか、自分の中で難しい問題だなと思っているので、なんか時間をかけて考える時間を作りたいなと思っているかな。来年とかもオーストラリアでプレーする可能性とかももう全部模索中みたいな。そうですね、まあ、せっかく来たし、こっちにいたい気持ちもあるしけど、そこも一回フラットに考えようとは思ってて、日本でやるのかオーストラリアでやるのか、まあ、また別のクラブ、別の地域に行くのか、それはもう一回ちょっと考え直さなきゃいけないなとは思ってるところですね。まあ、体の問題もあるし、やっぱり去年の怪我が結構難しい状態、難しいというか、毎日積み上げてるみたいな感じ。まあ、そのこういう風にコンディションつければ、まあ、うまく痛くなく動けるよねみたいな、そういうやっぱ手間がプレーするにもかかるから、そこを自分の気持ちがどう超えてくるかっていうのも考えつつ、その気持ちを、まあ、さっきも話したけど、発揮できる環境をどこで選ぶかっていうのはすごく考えてるところでは。今でも応援してくださってるサポーターさんとか、こうやって海外でプレーしてるにあたって、なんか一言ありますか？なんか伝えたいこととか。いやもうめっちゃあるよめっちゃある。いや本当ね、全然試合に出てない時期とか、で試合に出てない時期めっちゃ長いキャリアだったんだけど、超いろんな人応援してくれてて、もう感謝してもしきれないんですよね、本当にいや俺プレイしてないけどどこ応援してるのっていうマジで本当にありがたいと思ってて、まあ、去年も試合に出れない状態の中、いろんな人に声かけてもらったし、まあ、そんな人に頑張ってる姿を見せたいと思ってますと。でもなかなか、日本にいる時と違って頑張ってるところを見せれない状況にはいるから、それはすごく難しいし、もどかしさを感じているいう中で、増田は今元気に頑張ってますよともがき苦しみながらマグは頑張ってるよっていうのをみんなに伝えられたらいいかなと。そしていつも応援してくれてありがとうと伝えたいです。ありがとう本当に何回かサッカーやめようっていうか、やめなきゃいけないかなって思ったタイミングってあったんですよ。岡山から秋田に行ったタイミングもそうだし、まあ怪我で本当にプレーできなくなるかもしれないっていう時もあったし、そうなった時に何が自分を動かしたかっていうと、やっぱり応援してくれる人にもう一回頑張ってるとか見せたいなって本当に思って、当然家族もそうだし、サポーターもファンも人も、これでやめたらせっかく応援してもらってたのにみたいな、もうちょっと頑張んなきゃなって何度も思わせてもらったから、
それは本当に感謝してます。今日トータルで、はい、どんな感じでしょう、お話ししていて。いやー、やっぱいいっすね。やっぱなんかこう自分の思いを伝える場があるってめちゃくちゃ ありがたいと思ったし、これが、まあ、応援してくれてる人のもとに届くって考えるとなんかすごくいいなって思いました。日本の時より取材してもらうやっぱ数が減ったことでありがたみをすごく感じてますし、なんか日本の J リーガーにもっとインタビューとかちゃんとやった方がいいよって言いたい。本当にありがたい経験だなって思います。なかなかないからね、こういう時間ってね。うん、やっぱこっちに来ると少なくなります。めちゃくちゃ、しかもこんな聞かれても英語で全然答えられない。今年1回チームでそうテレビの取材受けたんですけど、何言ってるか絶対分かんないんだろうなと思ってたんで、スピーチ書いてメモってって、あ分かんないから今の気持ち読むわっつってスピーチ読みました。めちゃくちゃカンペ書いたってこと。めちゃめちゃカンペ、ちょっと待っててスピーチ書いてきたからっつっていい経験をしましたね、今年ね。いろんな経験ができてますね、こっちに来て。間違いないですね。本当に10年後振り返ったらいい時間になったなって思うと思いますね、この時間は。10年後またインタビューしてくださいね。はい、してもらえるようになんか頑張っとかないと。そうですね。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。頑張ります。はい。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございました。